受け止める勇気があるか。
ないんじゃない？40点くらいは上げてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で反省しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。おいしくなる。味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。あー、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴もスパイスになるんだから。
乗り上がって
奴らの木を混ぜたみたいな木の大きさから見て 21号 のものと考えて良さそうだ。 木を混ぜたってセルの時も同じようなこと言ってなかった。 21号 のセルも同じ人造人間だ。似たような木でも不思議はない。
面白い。俺たちをおびき出そうという魂胆か。あ、そう見ていたな。まさか私たちをおびき出してみんな食べちゃうつもりじゃ。多分そういうことだと思います。ふざけたやつだね。だが俺にとっては都合がいい。果てもなく探すのも大変だからな。居場所さえ分かればこっちのもんだ。よし、行って行ってみっか。